はい、どうもシモンです。今回はタイトルでもある通り、服を買いたいと思います。で、今回は何の服を買うかっていうと、パンツを買います。で、そのパンツを買いに僕は今、渋谷に来てます。で、これから原宿にズボンを買いに行きます。最近上のシャツとかウェアは買ってたんですけど、パンツは買ってなかったんで、今回なんか買おうと思いました。ではこれから、ケン君とアンドリューっていう2人のスケーター友達と会って、適当に原宿を回りながらショップを探してパンツを買います。今回はなるべく今まで買ったことないブランドを買いたいです。ではレッツゴDon't look at me. Hello. はい、X ラージでちょっとズボン探します。いいな、これ。こっちの色もいいな。どっちがいいかな。どっちがいいかな、色。どっちがいいかな。黒か青。どれ？買いました。イエー。はい、次のパンツはシュプリームで探します。レッツゴーメン。青ジーンズ着れへんか分かれへん。どうしようかな。飽きないからいいかどうか分かれへんねんな。後ろにロゴが入ってると思います。はい、ズボン買いました。こちらシプリームになっております。なんか青っぽい厚めのズボン買いました。はい、今回はこの2つパンツ買いました。これと X ラージとシュプリームで、こんな感じかな。合計何本ぐらい。2万5千と3万3万4万ぐらいした。2点でシュプリームが2万5千円、あっちが1万5千ぐらいで、まあ3万8千円ぐらいしました。高い。まあでもいいショッピングだったと思います。スープカレー食べに行きます、これから。レッツゴー。はい、スープカレーを食べに行きました。あ、照明です。 I want the most popular one. This is the most popular one. Chicken and veggies soup curry. And a meatball. Meatball. Thank you. こちらもネイルですか。ガールバッテリー持ってたね。肉が柔らかい。ちょっと見てみて。こうやってたら、ほら。オーって。ウィーン。はい、では買った2つのパンツを少し見せていきます。まずは X ラージから。X ラージで買ったパンツはこれですね。結局黒にしました。これ実はコラボ商品です。これは X ラージとグラミチっていうアウトドア系のブランドのコラボです。ここに X ラージのロゴが入ってて、ズボン全体にグラミチっていうブランドのロゴがちっちゃく入ってます。こんな感じ。ちょっと見えにくいんですけど、 X ラージのロゴとグラミチっていうブランドのロゴがこことかに刺繍されてます。で、それが全体にありますね。グラミチってアウトドア系のブランドなんで、ベルトじゃなくてこんな感じのゴムになってます。上が一応この
ベルトじゃないけど、このちょっと締めるやつもついてるんで、いい感じです。結構シンプルな黒パンツです。僕、黒のこういう系の素材のパンツ持ってなかったんで、今回買えてよかったです。X ラージも買ったことなかったんで、よかったです。ポケットが左右についてて、一応バックポケットも2つあります。あ、で、ここの右ポケットの下に、ポケットがもう1個あって、ここにあのペットボトルとかあのビールとか入れるらしいです。はっ、太さ的にはちょっと太めみたいな感じですね。あと特徴もう1つは、太いだけじゃなくて、この股の部分が180度開くようになっているので、スケボーの時もこうすごい動きやすいということです。こんな感じになってます。ゴム、こんな感じでロゴが入ってます。かわいいですね。はい、次。はい、次はシプリーム。シプリームで買ったのはこれですね。僕多分人生で多分初めて自分で買ったブルージーンズかもしれないです。僕ジーンズ黒は履くんですけど、青とかこの薄い系の色はほんまに履いたことない。履いたとしても多分小学生以来ですね。なんでめっちゃ最初来た時は違和感あったんですけど、まあ、友達がいいって言ってたんで買いました。まあ、こんな感じでちょっと太めの、ズボンですね。で、まあ、結構しっかり作られてるのでいいかなと思って買いました。生地はなかなか厚いです。がっつりしてます。なんでちょっと夏する時には暑いかもしれないんですけど、今は多分いい感じです。ロゴは後ろのバックポケットのとこに、ここにシプリームと星が書いてます。こんな感じで刺繍されてます。チラッと見える感じですね。履いてたらこうやって履いてたらちょっと見える感じですね。なかなか伝わりにくいと思うんですけど、結構がっしりしてます。分厚い。で、多分日本で普通に売ってるジーンズよりもだいぶ丈がだいぶ長いんで、僕も履いたらこの裾の部分をかかとで踏んじゃいそうになりますね。結構追ってる人もよく見ますこれ。まあそれはまあスケボーしたり履きながら調整していきます。こんな感じですね。今回は青と黒。はい、なんでこれからこの2つ持ってスケートパークに行って、ちょっと2つのも履いてスケボーします。ではレッツゴートゥスケートパーク。いいじゃん、めっちゃいい。それやな、それ。それ。これ。ここでやるのめっちゃあれだけど。はい、って感じで今回は、パンツ2本買って、最後にちょっとそれ履いて滑ってみました。2つもタイプは違うんですけど、どっちも気に入ってますって感じで、今回の動画はこの辺で終わります。もしよかったら、高評価とコメントと、あと、登録お願いします。で、僕、オンラインサロンもやってるので、もしよければ
コミュニティに入ってみてください。ではまた来週。